はい、ひよこんです。トイレットシンドローム続きからやっていきたいと思いますよ。第9の朝、オカルトミステリーツアー。はい、いかにもじゃないですか。タイトルが、今度の舞台はどこになるのかな。学校か町か。でまた人間関係がどう動くかにも注目していきたい。誰ですか？占い師ですか？あら、ありがとうございます。今日はあなたが最初のお客様なんですよ。え、若い？実は私、この仕事始めたばかりで。また女の人かな。皆さんなかなか泊まってはくれないものですね。緊張してらっしゃるんですか？普段はあまり占いなんかされないんですね。大丈夫、怖くなんかありません。俺はこの後ろ姿を見て、女三人のうち誰かは分かってないんですけど。大丈夫、怖くなんかありませんよ。占いはあなたの未来をほんの少し教えるだけ。あなたが私の前で足を止めた、その迷いを見つけるお手伝いができれば、ね。はい。占いもこれとはね、タロットか。そう。でそうじゃないんですよ。このカード、変わってるでしょ？わかります？これ、北欧のほんの地方で使われてるカードなんです。タロットでもないのか。見ての通り、一般に使われてるジプシー。ジプシーの流れを組むタロットとは違うんです。向こうに留学しているとき、骨董屋で見つけて、これで占うと不思議なくらいよく当たるんですよ。友達なんか当たりすぎて怖いくらいだって。最近じゃ誰も見させてくれないんですよ。だからこういう仕事をしようかななんて。あら？大丈夫、悪いことなんか言いません。私は少しだけあなたの道案内をするだけ。ちょっと怖いじゃん。大きな波のカード。あなたは今激しい変化の中にいますね。そう、それで迷って。いいえ、あなたが認めなくても私にはわかるんです。そう。じゃああなたのこれからについて占いを始めましょう。ここに裏返っているカードからどれか選んでください。お？選択肢か。どれにしようかな、真ん中。大河のカード。過ぎ去る水の流れは決して戻ることがない。大いなる時の流れを暗示しているカードです。ほう。人はその流れに身を任せるしかないのだけど、でも、あなたは少し違うみたい。というと、あなたは不思議な運命を持った人ですね。カードがこんな流れを示したのは私も初めて。少し興味があるな。続けてよろしいですか？じゃあお願いします。大丈夫？この指、あ、指輪じゃねえや、この数珠買いませんかとか言われるやつじゃないよね。ありがとう。じゃあ次のカードに行きましょう。このカードはあなたの周りで起きた事件を占います。は。それは今のあなたに一番大きな影響を与えている事件です。よろしいですね。はい。別れ。誰か大切な人を失いましたか？
お答えくださらなくても結構です。よくわかりますよ。あなたは、まだその別れを受け入れきれてない。この占われてるのが誰かわかってないから、俺。なんのこっちゃなんですけど。迷い。そう。あなたの心は大きな戸惑いと不安の中にあります。ずっと自分を信じてやってこれたのに、初めての心細さは感じていらっしゃる。死者のカード、最近身内の方で亡くなった方は？おかしいですね。あなたにはこの世の外の力が大きく変わっているみたい。そう、まるであなた自身が死者の世界にいるみたい。ほう？ああ、ごめんなさい。悪いこと言わないって言ったのに。でも、すごく不思議。少女のカード、あなたの周りに小さな女の子は？それともこれは、あなた自身を指しているのかしら？何ですって？心当たりはありませんか？それはディスりじゃないですか。そう、心の奥深くに隠れてるみたいね。覗いてみたいとは思いませんか？覗いてみたいな。そう、あなた自身自分のことをもっと知った方がいいですよね。難しいことなんか何もありませんよ。ほんの少しだけ、そう、心の門を開くだけ。さあ、肩の力を抜いて、リラックスして。じゃあ、目をつぶって。大丈夫。怖いことなんて、何もないですよ。さあ、そう。さあ、あなた自身の心の中に耳を澄ませて。何が聞こえますか？電車の音が聞こえます、外から。え？お、もう通りの人の声が聞こえますけど、別に何も？そんなことはないでしょう。もっとよく耳を澄ましてみて。なんだよ、最初から分かってる？なら、聞くな、バカ。通りの人の声？そうでしょうね。でもそれはあなたの耳が肉体として聞いている音。あなたが聞かなくてはならないのは、あなた自身の心の奥の声なんですよ。さあ、意識を自分の心の奥に集中してみて。はあ、聞こえる聞こえる。うふふ。あ、目を開けないで。女の子が、おかっぱの可愛い子。妹さん？うん、違う。でも、あなたはこの子と深い結びつきを持っているみたい。あなたは、もう一度この子に出会うことになるでしょう。それによって、あなたの運命が大きく変わっていく。それがいい方向へなのか、それとも悪い方向へなのか。私にはわからないけど、いずれにせよ、あなたは大きな選択を迫られることになります。そう、間もなく。それはそう遠いことではない。その時が来たら、注意深く自分の道を選んでくださいね。あなたがどちらへ向かうか、それは自分自身で選ぶことです。何？何だった？何の時間だった？オカルトミステリーツアー。はあ。ツアーですからね。長いこと続くんですか？何を見せられていくんですか？先輩先輩、レイの噂覚えてます？レイのってどれ？旧校舎に現れるおかっぱの女の子ってやつ。女の子？これ、プロローグかなんかのやつ。だっけ？一番最初の。ほら、夜中にいたじゃないですか。トイレに行ったやつ？忘れたとは言わせませんよ。
そんなことやった？そんなことやった？全然記憶にないんだけど。うっそ先輩、それちょっとやばいよ。ちょっとボケすぎじゃない？うるさいな、ちょっと忘れただけでしょ。仕方ない、記憶を取り戻してあげますか。それは、私たちがまだ出会って間もない頃、当時、日なしろ高校を騒がせていた旧校舎に現れるおかっぱの女の子の謎を探るため、私たちは夜の旧校舎に忍び込んだのでした。キクトンで呼び出したんだよね。やべ、キャラの切り替えがちょっと難しいな。さあさあ、一島先輩におまじない教えてもらってね。お前、出した。その後、その女の子に追いかけ回されて、それだ。冗談。私は二度とやんないからね。今度は大丈夫だって、これ絶対。まあそうだろうな。あの声的にあの女の子だよね、と思ったよ。その目、信じてないね。あの時は召喚方法が間違ってたんですよ。私たちがやったのって一緒に遊ぼうの合図だったんだって。あ、願いを叶えるのはまた違う。願い事を叶えてもらうには別のおまじないが必要なんです。で、ここからが新しい噂なんですけど。ねえ、ミカちゃん。やっぱりそういうのって良くないと思うよ。また、前と同じようなことに。てか、前は結局、どうなったんだろうね。学校の屋上で。怖いこと、いっぱい起きるよみたいな言われて終わりだったから。一馬先輩心配すぎ、大丈夫ですよ。今度は大丈夫なはずだから。はず？あ、いや、絶対。絶対ね。ね、先輩、もう一度だけ試してみようよ。あの女の子の実際を確認してるのは、私たちだけなんだから。確かし。ほらほら、信憑性バッチリ、しかも願い事が叶っちゃう思いっきり。ああ、ちょっとな。でもさ、そんなこと言わずにね、こんなチャンス滅多にないですよ。まあ、どうせ行くことになるから、行きますか。願い事ね。ミカ、あんたの願い事って何？え、そりゃまあ、いろいろと。素敵な彼氏が欲しいですとか？中学生じゃないんだから、男なんかぽい。いいの？それで、命短し。助けに流し？バカ、恋せよ乙女でしょ？そんなことばっかり言ってるから、最近浮いた話できない、ん？浮いた話出ないんじゃない？情報操作ってやつですよ。そこら辺うまくやってるし、あ、そう。私のことはいいから先輩、何か願い事ってありますか？ああ、身長を5センチ伸ばしてほしい。これはフリーザだ。あ、私？そ、先輩の。願い事はね。はいはい、願い事は？願い事ってのは他人に話すと効果がなくなっちゃうんだよ。あ、ずるい。いいじゃん、どうせ行けば分かることなんだし。え、じゃあ。いいよ、付き合ってあげる。やだ。ゆかりちゃん。大丈夫だよ。あの子悪い子じゃなかったよね。だけど。大丈夫、大丈夫。心配ないって。あ、あと例によって鍵、お願いしますね、先輩。え、ああ、うん。あと、北村さんと、北村に話しかけねば。そこの人間関係なんじゃないかな。あれ？先輩、今日は正面玄関から侵入？ちょっと待ってね。ああ、ギクシャクしてるまんまだ。前、ちょっと距離を置かれちゃいましたからね。ちょっと待ってね。今回生物室の方の鍵、手に入らなかったんだよ。何があったのかな。余計なこと考えないの。余計なこと？先輩、
私に知られたらまずいことでもあるんですか？って、別に。ほらほら、開いたよ。早く行こう。ちょっと。なんかごまかされた気がする。そんなことないよ、行くよ。じゃあ今回は学校か。で、今回はどこに行けばいいの？2階の美術室です。召喚は、校舎の北東でってのが今回のポイント。美術室って北東だっけ？午前授業の時、日が見えたから多分。任せてって。兄貴のロードマップでちゃんと調べたからバッチリ。何がそこまであんたは駆り立てるわけ？決まってるじゃないですか。飽くなく探求心ってやつですよ。あ、そう。あ、勝手に言ってくれる？勝手に言ってくれたね。楽。静か。怪しさ大爆発。まさに魔が潜んでるって感じですよね。で、あの子を呼び出す新しいやり方ってどんななの？まあ、ワテンボさん。まずはこのドキドキムードじっくり楽しまないと。遊んでんなら私帰れよ。わかりましたよ。さっきも言いましたけど、この美術室はこの校舎の北東に当たるんです。北東って、昔から鬼門って言って、非常に霊力の強い場所だって言われてるんです。鬼門？それ、あんまりいい意味じゃなかったはず。やばい、今回、なんか、ボケようがないな。リアクションが何も取れねえな。ずっと読みっぱだ。ある意味ではね。でもね、市島先輩、ちょっと考えてみてくださいよ。恐れられるっていうことは、何か説明のつかないことが起こるからでしょ？ほう。私たちがアクセスしようとしてるのは、まさにそういう世界なわけだし。は。あのカッパの子、あの子やっぱ霊なんです。その霊に呼びかけるには、その世界に最も近い場所が望ましい。つまり、霊界に最も近い場所。それがこの学校で言うと、ここ、美術室の脇です。まあ、霊に会うには、リスクを背負わないとって感じですか。理屈はいいよ。私が聞いてんのは、私たちが何をすればいいのかってこと。リアリストはこれだからな。まあ見てくださいよ、これ。何ですか？これ何ですか？わあ、字がいまいち潰れて読めないな。床屋のお嬢さんかな？なんて書いてあるんだ？わあ、その右側も読めん。なんて書いてある？門かな？の。こそで、神上げ前のおかっぱんで、橋の向こうの、おけやのせがどれ？あ、せがれか。せがれ、かんざしかって、石段登って、お稲荷さんに油揚げあげて、ぐるぐる回る、3回回る。願掛け、願掛けソウロウ、豆食って、ソウロウ、門松市松、かかんでくぐって、こっちがかぶって読めねえな。なんとかの、森人さん。こっちがかぶっててちょっと読めないけど、なんとかしいあのことを、結んでくりゃさん、せ。何言ってんだか全然わかんない。これ。手まり歌の歌詞。はあ。友達から聞いてきたの？これが何なのよ。だから慌てないでくださいよ。この歌詞に女の子を呼び出すキーワードが秘められてるんです。この歌ね。
もともと霊に対して呼びかけるっていう呪術的な意味を持ったものらしいんです。ほう。歌の最後が結んでくりゃサンセットお願いする形で終わってるでしょ？この歌を聴くと、霊の女の子は何か願い事を持った人間がいるらしいって出てくるんですよ。へぇ。ほんとかよ。先輩、民間伝承をバカにしちゃいけません。そもそも、かつての日本人は、霊や自然といったものと日常的に深くつながり合ってて。あらまたの受け入れでしょ？痛いとこつくなぁ。でもこれ、学術的にも裏付けのある話なんですよ。そもそも、中国に言う、陰陽五行説では、北が陰、南、いや、東が陽とされていて、陰から陽に転ずるところが、この北東ってわけで。調べてきたこと全部言わなくていいよ。ほら、まあ、とにかく、なんとなく説得力あるでしょ？ね、やってみましょう。説得っていうか、いまいち説明になってませんけど。はいはい。で、手まりつくんすか？何やってんの？エンジンは書いてるんですよ。エンジン？ファイ、あー！そのエンジンではない。召喚の儀式を行うには床にエンジンを書かなきゃならないです。なんか、頑張って、ボケなきゃなと思って、結局しょうもないこと言っちまったな。反省しよう。でもそれ、西洋の魔法陣じゃ、ごぼう製だよね。でも、本に載ってた図はこういうやつだったんですよ。そういうのって、ありなわけ？さあ、ありなんじゃないですか？さあってあんた。よし、できたと。適当だね、毎度。先輩、この魔法陣沿いに並んでください。ああ、そこ踏んじゃダメ。で、声を合わせて手まり歌を歌うんですよ。準備はいいですか？メロディーわかんないんですけど。ちょ、待てよ。ちょ、待てよ。歌うって言ったって足曲知らないよ。そうですけど。手まり歌なんて適当にリズムつけて歌えるでしょ。わお、そんな適当な。大丈夫かな？いつの世代そのいちいち思わせぶりなのよくないよ。さあ、準備はいいですか？はい。じゃあ、しょうがない。レディー？じゃあ、せーの。頑張ってる。めっちゃ長いやん。長いと思ったよ。あんだけしがあったんだもん。よく頑張りました。何も起こんないんですけど。し、先輩、結果が出るのはここじゃないんですよ。え？ここじゃないの？おかっぱの女の子は、旧校舎に出るって決まってるんです。誰が決めたんだよ、そんなの。私に聞かないでくださいよ。昔から語り継がれてるこの学校の言い伝えなんですから。ここでの儀式はあの子に呼びかけるだけなの。なんでそんなめんどくさいことしなくちゃなんないの？そういうもんなんですよ。なんだ。じゃあいちいち移動しなきゃいけないのか。先輩、救護車、ほらほら早く行こう。ほーい。
どういう理屈？さあ、どこ行きゃいいんだい？旧校舎ってどこだい？お、千里ちゃん。千里どうしたの？ゆかりちゃん。あれ？どったの？お、明かりが。明るい。誰かいるんじゃない？見つからないようになるべく静かに行きましょう。っていうか、帰った方がよくない？何言ってんですか？せっかく儀式までしたのに、確かめずに帰れるわけないでしょ。ゆかりちゃん。佐藤、どうしたの？声、震えてるよ。あの光、違う。どういうこと？あの光、人がつけてるんじゃないみたい。ちょ、やめてよ。来た来た、市島先輩の妖怪レーダー。父さん。ってことは今回こそ当たりかも。先輩行こう。行くっきゃね。とりあえず向こう側に行けばいいんでしょ。ああ、イベントだ。先輩、渡りロッカーに行けよ。はーい。なんかある程度オートで進んでくれるから楽っちゃ楽だな。うん。先輩どうしたの？ない。え？渡り廊下の鍵が入ってない。なんで前はちゃんと。しょうがないじゃない。訳ありでいつものが手に入らなかったんだから。でも、渡り通路を使わないと、旧校舎行けないよ。うん。諦めて帰るってのは？ダメ、もう儀式済ませちゃったんですよ。せっかくチャンスなのに。まあ、諦めて帰ったらゲーム進まないんで。じゃあ、探しますか？こっから旧校舎に出る道でしょ？普通に別ルートがあるでしょ？やっぱないんじゃない？もっとちゃんと考えて。この学校2年も通ってんだから、抜き道の一つくらい知ってるでしょ？そんな道あったっけ？ねえ、知らないよ、そんなの。なんか思い出そうなんだけどなぁ。学校なんて何年通っても知らない場所なんて、行ったことない場所だってあるんだよ。あ、そうだ。基本学校に興味ないから。え？4階の渡りと通路、はい。あそこのドア、確かこの間、鍵が壊れて開けっぱなしになってたんですよ。開けっぱなし？なんであんたがそんなこと知ってんのよ。こういう非常時のために常にアンテナ張っておくのがエージェントってもんですよ。うわ、エージェントロマノフ。誰がエージェントだ、誰が。とにかく4階に行きましょう。あそこなら絶対旧校舎に行けられるはずですから。もう、懲りないわね。